こんにちは、ひろちゃんです。コメントで里芋を田んぼに植えていますので、毎日の雨で粘土化しています。収穫時期はいつ頃がいいでしょうかということですが、里芋は昔から高知でも、まあ県外でも一緒だと思いますが、里芋のことを田芋って言うんですが、田芋に植えることによって水分がすごくあって、粘りのある田芋が収穫できます。ですから田んぼに植えてて土が粘土化しているということは、里芋に水分が十分に吸収されて、粘りのある里芋、美味しい里芋が食べることができると思います。収穫時期は一度試し掘りをして食べてみてから、それから収穫をされたらどうでしょうか。ありがとうございました。2個。